はい、どうも店長です。今回の動画はですね、ちょっとご紹介動画になるんですけれども、ビストロバルダンダンでは最近テイクアウトメニューを始めました。今ここにメニューが出てるかと思うんですけれども、こちらのメニューに加えまして、オードブルもやっております。で、今回はこのオードブルの盛り合わせ、こちらのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、ダンダンの、オードブルはちょっとこう変わっておりまして、総勢、お料理がですね20種類ぐらいの中から8品、お客様の方に選んでいただくという形をこう取っております。こちらですね、やっぱりまあオードブル、まあ、決まったものを頼むっていうのも全然いいと思うんですけれども、やっぱり自分でこうお店に行けない分、これが食べたい、あれが食べたいっていうのがいいかなと思ってこの形にしました。で、今回、ご紹介するオードブルの内容なんですけれども、こちらは、今ね、こっちに新しいオードブルの方のチラシが出てると思うんですけれども、こちらの4500円、税込みで4500円の内容の方をご紹介していきたいと思います。それでは早速、お料理の内容の方どうぞ。はい、ではこちらが、4500円のオードブルの盛り合わせになっております。こちらですね、ダンダンの方からこうおすすめのものを盛り合わせた、おすすめを8品こう盛り込んだオードブルになっております。もちろんこれ内容はお客様の方でいろいろ選べるので、チラシの方参考にしてみてください。で、ざっとちょっと説明していきますと、まずは手前からここですね、ここがですね、ハーブチキンになってまして、ハーブチキンのグリルですね。で、お隣こちらがソフトシェルシュリンプのグリルで、ソフトシェルシュリンプというのは、ソフトシェルというのが殻がこう柔らかいエビになるんですね。殻ごとこう召し上がれるエビになってます。そちらのグリルですね。で、その後ろが、貝の白ワイン蒸し、今回使っている貝がムール貝とホタテの違い、ホタテの赤ちゃんですね、こちらの白ワイン蒸しですね。で、そのお隣行きまして、こう緑色のこれディップなんですけども、こっち隣に、パンが添えてまして、パンにつけて食べる、チーズディップですね。色は緑色なんですけれども、こちらはねピスタチオマッセという、ピスタチオのこうペーストみたいなものを混ぜて、クリームチーズと合わせたチーズディップになっております。そしてそのお隣、パテドカンパーニ、こちらはですね、豚肉とかのひき肉とあとレバーとかを混ぜて一回こう蒸し焼きにして、そちらを冷やし固めたものです。結構ね人気のある商品の一つですね。で、あとはスペイン産の生ハム、こちらはまあもちろん切られてる状態なんですけれども、もともとは原木、もう豚の後ろ足のこう塊ですね、あそこから切り出したものを盛り付けてます。そしてそのお隣で、こちらが、ポルチーニ鮭のニョッキ、クリームニョッキですね。ダンダンのお店の方でもすごく人気のあるメニューを、オードブルの方にも入っております。で、真ん中がお野菜のカポナータですね。簡単に言ったら野菜のトマト煮です。で、こちら入れて今1,2,3,4,5,6,7,8品入っております。で、これもちろん内容は全然好きなものを入れられますので、まあ、この後多分チラシポンで出すと思うんですけれども、そちらの中からこう選べます。で、もちろん、お任せという形でも大丈夫です。これが多分チラシの写真になっているとも思うんですけれども、この写真の内容でと選ぶのがちょっとこうどれもね美味しそうだからどれもいいなっていう人は、もう写真のまんまでって言ってくれれば内容は入ります。ただ、もちろん在庫がちょっとこう切らしちゃっている時とかは内容が若干変わったりすると思うんですけれども、そこはちょっとご了承いただいて、まあ、大体こんな感じで税込みの4500円のオードブルになります。で、この他にもですね、3500円、あと6500円などもあるので、ちょっと詳しい金額が今ちょっとまだ出てない段階なので、動画説明欄のところに詳しく書いておきますので、そちらをご覧になっていただければなと思います。はい、ということで、オードブルの内容をご説明させていただきました。こちらをですね、ご購入さ、していただけるのであれば、動画の説明欄のところに、いろいろリンク貼ってあります。で、お店の電話番号とか、あとネットショップの方にも書いてあります。なので、もしこの動画が近隣の方に、届いていたら、ぜひご利用の方をお願いします。
で、あとだんだんではですね、オンラインショップの方でお食事券も販売しております。で、このお食事券というのなんですけれども、有効期限が3年つけてあります。これはですね、もちろん初めてご来店される方はなかなかちょっと購入が難しいかと思うんですけれども、普段こうお越しいただいているお客様向けに、今って実は実はというか、その世の中的に全部のこう飲食店が人気がなくなって、こう売り上げが下がっている、お客様の来店が下がっているっていうわけではないんですね。必ずこの、今のコロナウイルスの状況が落ち着いたら、お客様はきっとこう戻ってきてくれると。で、その時の、分のこうお支払いをこうお願いします、先にちょっといただいてもいいですか、お食事券という形でと。で、そのいただいたお金で今をなんとか僕たちは乗り切りますっていう、こう意味のを持ったお食事券になっております。で、だんだんの、お食事券ももちろん動画の説明欄のところから買えるように URL の方を貼っておきますので、ぜひ一度ご覧になってください。ということで、今回は、オードブルの内容を ご紹介するという動画を撮らせていただきました。まだまだ大変な日は続くと思います。ですが、やれることを探して僕たちも、日々戦い続けていこうと思います。ですので、また次の動画もよろしくお願いします。